久しぶりです。ジュノさんがすごい無理していただいて今日来て、これ7時までに終わらなあかんねん。ほんで韓国に帰らなあかんねん、なのに渡辺来てくれたやん。3回会ったことは覚えてますか？아하이어그방송했을때두번뵀었고콘서트때콘서트でもお会いしました。콘서트お前何したの？そう、コンサートちょっと行かせていただいた。見に行ったの？はい。その見に行ったのステージから分かってたの？무대에서알고있었어요？딱보였어요。아見えたんです。見えた。お前がお前が客席にいたら分かりやすい。スピーカーかなとか。いや覚えてくれてたよ。だから嬉しい。はい、もちろんです。嬉しい、ありがとうございます。やだ、あ今ドキドキ、ドキドキ、ドキドキやけ。お前な、3回おって客席にいたお前を知ってて今ドキドキやて。こんなのお前、うわだ、めくるな。何やねんそのレース。いいじゃないですか。どこのテーブルや。優しいわ。俺がまあレースを見ようとしたら、ああって。自分のほら、またこれほんまタイプか分からへんから、これお前は特定な人はお前フェチいるからね。もしかしたらそうかもしれないですよね。ほんまに無理して来てくれた、ほんまに。そうですよね。今日は僕の名前を挙げていただいて本当にありがとうございます。そう、今日は僕が用意したプレゼントがあります。何が？これ韓国の伝統工芸品ですね。韓国の弁当やで。弁当じゃないです。伝統工芸、弁当、弁当、弁当じゃないです。7時までや言うてるんですよ。出ないとも飛行機に乗らさんと、はい、この後二人を飲みに行かしたい。直美さんに似合うと思います。いやー、ありがとうございます。ちょっと直美、中身こういうのがこれ優しいな。何や、うわです。ありがとうございます。ちょ、何してるの？邪魔ですよ、邪魔ですよ。邪魔さ。大先輩に邪魔。メイン司会者。ビッグスリー、ビッグスリー。お前な、わざわざこんなもん買ってきてくれてんの？そうですよ。素晴らしい人やな、ジュノさん。あれ？あれ？
ここで直美が事前に書いてきた本気のラブレターを朗読。あの、あなたジノさんに、対しての手紙を書いてきましたので。書きました。オッケー、いいですか。うん、あの、始めますと韓国語なんて言うんですか。え、しじゃ、しじゃ、しじゃ、いきますよ。しじゃ、しじゃ。ジノ様へ、お久しぶりです。まさか来てくれるとは思いませんでした。ありがとうございます。初めてお会いしたのはコントの番組でしたね。その時は収録中にもかかわらずあなたの笑顔にドキドキしていました。あなたの笑顔は世界一可愛いです。あの日から疲れて家に帰った時はいつもあなたの動画を見て元気をもらっていました。あなたがいるから私は頑張れます。今日この番組をきっかけにまたお会いできたら嬉しいです。そしてあなたの笑顔をそばで見たいです。連絡先を書いておきます。イエジョンブットタンシルサタンシヌルチョアヘッソよ。ずっとあなたが好きでした。すごい無理して TBS もすガッツポーズ撮ってたから、よく来て、これは日帰りやから今さっき来て、さっき来て、そうよ、これこんなもん買ってきてくれるってお前すごいですよね。あのな、ただ首の筋に見えるわ。私も結構笑うときついですよ。大丈夫、このままエンディングまでいけんのお前。ゆっくりゆっくり目閉じていくんや。この後ジュノさんにはセット裏でナオミのラブレターへの返事を書いていただきました。気になるその内容は番組のラストで。